こんにちは、北沢コレクションの北沢浩二です。今日はですね、こちらの書籍カーグラフィック創刊号の復刻版ですね、こちらを紹介してみたいと思います。ということでですね、今回このカーグラフィックの創刊号、こちらを紹介したいと思います。とはいってもこれはですね、当時ものではなくてですね、カーグラフィックの2017年4月号の別冊付録として、付属していたものです。とは言ってもですね、本当に完全にもう当時のものをそのまま載っているのでですね、すごいですね、これ。序盤に見切るっていうか、このカーグラフィック創刊に向けてメッセージを送ったというですね、そんなの知らなかったなと思って。そう、こういう、一部こういう現在のその広告とかもあるんですけども、基本的には当時そのままの記事が掲載されてるっていうことが大きな特徴ですね。で、そうですね、これも 300SL のテストをやっていたりとか。しかもこれ、この時のカーグラフィックが結構その、一冊の一部を丸ごと、その一つのメーカーを特集するっていうことでやっていたので、この創刊号ではメルセデス・ベンツについて特集をしています。すごいですね、これ。300D なんですよね。メルセデス・ベンツ600じゃないんだなと思ったら、よく考えてもこの創刊号ってですよ、1962年なんですよね、これ。で、メルセデス・ベンツが600が出たのは1963年なんで、あ、それで300なんだなと思ったんですけど、そう、そんな形でこういう、もうずっとですね、メルセデスの歴史、だったりとか、あ、これ、このオーナーの、なんだろう、そうですね、石原裕次郎さんが出てるというですね、これもすごいし、あとこれも、なんか昭和天皇の名説ですね、こちらも写真が載ってます。なかなか、中身がすごいというか、かなり、ここまで、そうですね、ここまでか。最初の、そうですね、どのくらいだろう。ほんと半分ぐらいですよね。もう完全にメルセデス・ベンツの特集になっていました。ここからが、鳥の章とかですね。ラゴンダ・ラピード。すごいな。進化戦とか。松田キャロルですよ。すごいな。こういう、あとはですね、この当時の新メタ社って、その辺を紹介したものになってますね。ですね。京葉道路ですよ、ね。完成に近い箱根バイパスって、これもなかなか貴重な写真ですよね。これですよ、旧東海道、これですからね、すごいな、当時こんなのこんなのって言って、ちょっと新鮮ですね、そういった意味では。この復刻版のカーグラフィック創刊号、今の目で見ても結構新鮮な記事がいっぱい書かれているのですね、本当に温故知新といいますか、日本を代表するジョージア・ダスのこのカーグラフィックが最初どんな感じだったのかっていうのを分かるという意味でも非常に貴重な一冊だと思います。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。